きたいですけど、おいけたよ。皆さん、こんばんは。あ、始まった。結構もう視聴者数が早いな。ありがとうございます。実は ウルトラスの選手を、ウルトラ選手の何を深掘っていくっていう感じにします。頭の中考え、マインド、マインド、はい、を今日はですね、下沢くんと一緒に、以前ウルトラスの、参加選手たちにですね、いろいろとこう質問を投げかけていて、まあこう今までどういうふうなね、こうトップ選手、まあどういうふうにトップ選手になってきたかとか、まあそれをなんかこう何ですかね、今までどんな、スタッフというかこう恩師みたいな人たちがいたとか。そういったね、恩師から言われた言葉とか、まあ、あとね、スパイクのこだわりだったりとか、オフの日の過ごし方、まあ、いろいろとね、話を聞いてきて、質問してきて、まあ、それについてのね、いろいろと答えをもらったので、まあ、その中を2人でね、いろいろ深掘っていきたいなというような、ライブです。で、ぜひね、こんなことどう思いますかみたいなところを、コメントにね、いただければ、それに対して僕らも答えていきますので、はい、ぜひそんな参加型の、まあ、今回は LINE アットだけじゃないね、こう、一般のね、本当に参加してくださってる人たちもいるんで、はい、ぜひぜひいろいろとお話ししながら進められたらというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、じゃあどんなお題からいきましょうか。最初はどうしますかね。かなんか質問自体そんなに多くないので、一旦バーって開けてこれ聞いてみたいっていうのを伺って確かにそれがあるんだったらそこからみたいな感じがいいんじゃない、うん、そうしましょう、そうしましょう。いいです。じゃあ質問をさせていただいたことは本当少なくて、6個だけ質問させていただいて、1つ目がウルトラスの企画に参加しようと思ったきっかけを教えてください。2つ目は今履いているスパイクにこだわっている理由。3つ目はオフの日にどんなことをして過ごしているか。4つ目が、自分のプレーがうまくいかなかった時にどうやって気持ちを切り替えているか。5つ目が心の底からもっと早く知りたかったと思うことがあれば教えてください。で最後が今も心に残っている恩師の言葉はありますかっていう質問をさせて、ウルトラスの参加メンバーの方々にさせていただいて、でそれぞれなんか答えられるものがあれば答えてくださいっていう形式でやったんですけど、何かこの中で気になるこの質問ちょっと聞いてみたいっていうのがあれば教えてほしいなと思います。なければ個人的にも勝手に決めて始めてしまうんですけど、何かあれば教えていただきたいです。これ俺も見れるようにしたいな。あ、分かった。なんかあ、ミュートになってますよ、多分、ハヤト君。僕もね、フォーム見ながらってなってる。ちょっとね、そこは下沢君に任せますわ。
どんな回答があったかみたいなところ、ちょっと今すぐには見れないんで。今のところまだなさそうですね。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。こっちに、YouTube の方にコメントしてきますね。まず、すみません、荷物置きます。俺が投稿すればいいのか。質問丸一。ウルトラスの企画に参加しようと思ったきっかけ。開業。モンマル。すいません、ちょっとお待ちください。予期せぬハプニングが。まず最初に、ウルトラスの参加理由を、今履いているスパイクの終わり。オフの日の過ごし方、あと、うまくいき、はい、あとは、もっと早く知りたかったこと。あとは、今も心に残っている恩師の言葉。はい。今の、こう、あれですね、ウルトラスの参加選手に質問を取ったっていうところで、ね、ちょっとね、最初の方入れてない方もいらっしゃると思うんで、このね、質問したことに対して、ウルトラスの選手はいろいろと、まあ、答えをね、出してくれたんですけど、まあ、その質問が、このウルトラス参加選手の理由、参加理由、あとは今履いているスパイクのこだわり、オフの日の過ごし方、うまくいかない時の気持ちの切り替え、あとはもっと早く知りたかったことと、今も心に残っている恩師の言葉っていうのを、質問させていただいて、回答をもらいました。なんで、なんかそこからね、まあなんか、いくつかね、僕らもそれで深掘っていこうかなっていうふうに思うんですけど、皆さんがなんかこう知りたいの、まず最初にこれちょっと聞きたいみたいなのがあればですね、コメントいただけたらというふうに思います。はい、皆さんの知りたいこと言っていただけると、もしなければ下沢君とかから始めていきますけど、どうしましょうか。ちょっと今ね、反応がないんで。いいですかね、僕が。じゃあ単純に深掘りたい僕の、はい、じゃあそこからいきましょうか。まずはね、次、やりたいことは、もし、あればですね、ぜひ皆さん、言っていただけたらというふうに思います。はい。じゃあ、個人的に、皆さんの回答で深掘りたいのは、自分のプレーがうまくいかないときに、どうやって気持ちを切り替えることが多いですかっていうところで、ちょっとピックアップしていただきたいなと思っていて。はい。で、一人ずつ、やっていくか。まず、アルビレックス新潟に所属している島田選手は、はいはい、今ここ自分を連呼するっていうことを、はい、くれました。これね、結構ね、ゾーンに入るためにみたいなところで、
こう今とここっていうところと自分にフォーカスできるとよくねゾーンに入るって言われてるんで、そういったところかもしれないですね。確かに。いやでも結構むずいですけどね。いや 今ここに集中するっていうのは試合中に。いや結構これ難しくて、うん、でそれこそね、今ジュビロのねやっとさんとかは、本当に毎日が今日がベストパフォーマンスだと思ってプレーするらしいんですよね。で要は調子がいい悪いとかって結局過去の自分から判断しちゃってるわけじゃないですか、しかも大体比べるときってなんか結果出したときみたいな、なるとどうしてもねそのギャップが生まれてしまって、今日調子悪いなみたいなふうに思いがち、だそういうことを考えるとやっぱりこのね今っていう瞬間をイメージできるのって、常にこう意識してないとなかなか意識でそのイメージできないなっていうのはありますよね。なんか確かに、なんかどうしても過去と比べたりとか、なんかこれ勝てば優勝できるかもみたいなね、その未来を考えてしまったりとか、やっぱどうしてもそこがやっぱついてきちゃうんで、まあ意識的にもそのねこう今っていうところにこの瞬間に意識できるかっていうのはめっちゃ大事かもしれないですね。確かに。なんか個人的に、はいはい、最近その今僕はテレバジャル宮崎で高崎監督っていう方から指導を受けているんですけど、その方から教わったことがすごい大事だなと思ったのが、常に頭の隙間を作るなっていうのを言われていて、ほう、でやっぱ隙間があるから余計なこと考えちゃうみたいな、プレイしてもう常に次のプレーを意識するとか、なんかもう他のことを考えないで常に頭を働かせて、じゃあもう次どんなプレーするか、そのためにどこに立つかっていうように、もう常に考えて頭の隙間を作るなっていうのを結構言われていて、っていうのを考えると、それってある種今ここに集中している状態だなっていうか、確かに過去のプレーがどうとかっていうよりはもう今やるべきことに集中しているみたいな状態っていうのが、でそれを当たり前にしたら結構波なく常にベストパフォーマンスを出せる感じになるんじゃないかなと思って今、自分は取り組んでます。すごいいいなと思って。じゃあもう本当に下沢君も実体験としてあるって感じですね。はい、なんかそれを言われて、で僕は結構そのなんだろう、昔はボールがタッチラインに割った時に頭ちょっと一瞬で整理して、でなんか気持ちを高めるとかやっていたけど、でもそもそも頭に隙間作んなきゃなんかメンタル落ち込むとかうまくいかないとか、それすらも考えないなっていうのを感じて、今はそれを自分の当たり前の基準にするために頑張ってます。確かに。なるほど。それこそ、まあ、さっきゾーンみたいな話しましたけど、ゾーンみたいな入ったことあります？下沢くん。僕、多分それをゾーンというのであればあります。おー。どんな時ですか？フリーキックとかの時あるんですよね。なんかもう、ボール置いて立って、キーパーの立ち位置とか見た瞬間に、あ、これ入ったわみたいな、蹴ってないけど。すげえな。っていうのはありますね。何回かあります。高校の時もあったし、大学の時も。プロの時はまだないですけど、あ、これ入ったっていう感覚はありますね。そんぐらいなんかもう見えてるのか分かんないですけど、実際決めれていたし、はいはいはい。その感覚は今も残ってますね。なんか、僕はもうそういうプレースキッカーじゃないから、止まった時のプレーっていうのを基本したことなくて。で、どんな時ゾーン入ってたかなって思うと、やっぱりそのゴール決める時とかに本当にこう自分が考える間もなく体が動いてた時、で要はなんか僕は全部そのゴールに理由が言えると思ってて、例えばこのプレーをする、このゴールを取るためにこういう、じゃあプルアウェイをしてディフェンスから離れる、ファーストタッチはこういう風に置けばディフェンスが取れない、で一歩踏むとキーパーがこのちょっと一歩外にずれるからニアがからシュート打てるとか、なんかそういう逆算をして常にプレーしてるんですけど、それのこう逆算するその頭よりも
本当にもっと早く体が動いて、うん、もうその瞬間こう後々逆算してたなっていうところをこう思い出せる、うんうんうん、だからこの時って多分すごくもうゾーン入ってるんだろうなっていうか、その頭で考えることよりも先にもう体が反応してること、うん、だからその瞬間とかは自分の中ではなんか多分最高潮に、さっき言ったこう今ご自分っていうところのこの瞬間にまあイメージできてて、プレイできる瞬間なのかなっていうのはなんか、うん、僕の場合はちょっとそういう感じですね。それこそなんかゴール決める手前とかってもう周りの音聞こえなくないですか、はい、うん、確かになんか今振り返ってみてもなんか なんだかんだ2点決めれましたけど、今年決め、まあ、これからも決めるつもりで頑張るんですけど決めれたんですけど、よくよく考えるとそのシュート打った時って周りの音一切聞こえてなかったなっていうか、うんうんうん、もうボールとゴールとキーパーしか見てないぐらいの感じ、うんうんうん、で打った軌道を見てなんかもうあこれ入るっていう感じ でその時周りの音聞こえてないくて、うん、で入った瞬間に一気にバーって歓声が聞こえるみたいな、なんかその感覚もある種ゾーンなんですかね。いやそうだと思いますね。なんかそこは、うん、そうだと思うな。自分はそれをちょっと僕はなんかゾーンだと定義してます確かにな、結構見えてましたもん、なんか打つ時とかも意外と冷静だったっていうか、いいゴールでしたもんね、うん、いや面白いですね。いや面白いです。他の回答あります？あ、すみません、ちょっと深掘りすぎた深掘りすぎたまあまあ、あの続もし終わらなかったら続きはっていうところで、じゃあ内山選手、はいはい、内山選手はトレーニングと一緒だと考えを保つこと、次うまくいけばいいと考えるです。あ、なるほどね、まあ、なんかねやっぱ練習でやってないことだと試合でねできないですからね、うん、まあ、練習通りっていう感じでやることが大切、うん、まあ、あとは次うまくいけばっていう、まあ、次に切り替えるっていうところで、まあでもなんかその辺はちょっとやっぱり後ろの選手と前の選手のマインドって違うなとは思いますよね。その、はいはいはい、もう後ろで言えばこのミスが命取りになるか、別にフォワードだったら、まあ、何回ミスしても1点取ればいいっていう、このうん、逆転できる方法があるから、確かに確かにな。このマインドはなんかいろんなね、こうそれこそキーパーの選手、ディフェンスの選手と話してても、ちょっとそれこそ学生さんとか特に、うん、そのマインドに落ちちゃう、そのうまくいかないときというか、ミスをしてしまった後の切り替え方を、フォワードの選手はなんなら、まあ、点取ればいいっしょって思える人たちは多いけど、はいはい、後ろの人は結構引きずるタイプの人多いっていう印象です。めちゃくちゃそうなんですよね。中盤とかもそうなんだよな、ポジションによっては。ね、本当そうですよね。うん、難しい。でもだから、キーパーでそれがね、はい、うん、そういうマインドになれるってめちゃくちゃすごいことだなって俺、僕は今その内山選手の話を聞いて思いましたね、はいはいはい、確かに、うん、前の選手のマインドだなっていう、点取る気でもあんのかなっていうぐらいのマインドいやでもそうですよ、結局やっぱ過去を気にしてもしょうがないですもんね。いや本当に、まあ、結局はね出せるもんじゃないからね、うんうん、出てしまうもんだから、そこのね、はいはい、まあ責任を持たなきゃいけない、それはプロだから。うん、でもなんかそこに一喜一憂しちゃいけないなっては思いますよね。はいはい、いや、間違いないですね。うん、じゃあ、どんどん行ってみますか。行きましょう、行きましょう。唐沢選手。はい。ボンズ市原ですね。市原。まずは、現実を知るためにそのうまくいかなかった時の映像を見て考えて、その後に自分のお手本にしている選手のプレーと比較して次のイメージを作ります。お、まあ、試合ダメな、うまくいかなかった試合の次の時、うん、まあ、練習とかの次のに向けてっていうところですかね。結構じゃあ事細かくロジック的にこう何ですかね、やっていくタイプの、あ、そうかもしれないですね。
選手かもしれないですね。下沢君どっちですか？なんか結構そのテンションで気軽にもう次っていう風に切り替えられるのか、もうそこに対して一回このもう何ですかね、こうフォーカスしてミスをこう修正するためにどうしていこうかみたいなのを結構ロジカルに考えるのかみたいな。いやー、気持ちの切り替え、まあ、基本的にはロジックでちゃんと考えるんですけど、うん、うまくいこうがいかなかろうが、ただ気持ちの切り替えができるかどうかはそのミスした度合いによるのかなと思っていて、ミスとうまくいったプレーの差分か、うん、なんかめちゃくちゃ調子良かったプレーで大きなミスをしても、この調子良かった部分で気持ちが高ぶってたら、その大きなミスが意外と気にならないけど、うんうんうん、なんかそのうまくいったプレーが少なく、かつ、結構大きなミスをしてしまったら、なかなか気持ち切り替えるのむずいかもしれないですね、僕は。確かに。なんか僕はもうミスをしたりとか、特に決定的なミス、それこそキーパーと1対1を外すみたいな、うん、時とかは、それでも頑張ってできたことを積み重ねますかね。小さな成功体験。要は、今までだったら、一人かわすことができなくてシュートまでいけなかったけど、いけたからキーパーと1対1になれて、シュートを打てた。結果は外しちゃったけど、でも、ここができたみたいな。なあ、確かに、確かに。できた部分をフォーカスする。そう。フォーカスするようにしてから、意外にその、ムラはなくなったかなっていう、そのパフォーマンス。なんか落ちた時もあれば、1点取ればどんどんこうね上がる時もあればみたいな、このムラがめっちゃ激しかった、もともとそういう選手だった、はいはいはい、でもなんかそこで小さな成功体験でもちょっとずつでもいいから積み上げられることで、なんかそこが滑らかになって右肩上がりになっていった気がするなっていう、うん、なるほどな、いいかな。今の話聞いてて面白いなと思ったのが、僕多分キーパーで1対1外してもそんな落ち込む失敗と捉えてない気がしていて、うん、むしろ失点に絡んだ時の方がメンタルが来るなっていう、はいはい、ポジション、これも多分ポジションの違いかもしれない。ポジション柄だ。今の面白いなと思いました。僕多分、まあ、前提が別に点取るタイプだと思ってないことがあるかもしれないですけど、はいはい、そっち外しても、うん、まあしょうがねっかぐらいですぐ切り替えれるけど、失点に絡んじゃった時とかの方が結構きますね。面白いな。いやー、それ結構ある。なんかね、この辺はポジション柄は結構分かれるかもしれない。はいはい。でもなんか、やっぱ今の唐澤選手のやつみたいに、うん、やっぱもう、まあ、下田君もそうだけど、あるところは本当にロジカルに考えなきゃいけないなっていう、そのいいところも悪いところも。要は再現せないと、次のプレーで多分できないから。うん、はいはい、だから点取れてるときって、なんかこう自分の得意なこうシュートの形みたいなのを持っていけてるところが多くて、なるほど。こういう時期、そのなんかめっちゃ点取れてる時って、でもそうじゃない時ってなんか変に考えすぎて、いつもとはちょっと違うプレーが出てる時って、そういう時だから、いかに今まで一番こう何回もこう反復練習してきてやったこのシュートの形みたいなところまで持っていくかどうか、うん、例えばもうそれこそじゃあゴール前で切り返すっていうのをしてた、うん、選手が減った時にもうそれは絶対引っかかるからみたいなので、もうそこで何本決めてるんだったら、うん、そこの形まで持っていくのをやると、なんか自然にやっぱりそのゴール取れたりとか、じゃあこのわざと股を開かせてシュートを打つみたいなところもなんかやっぱ反復練習やってて、でやっぱ点取る形ってそれが多かったとしたら、そういうね形だったりとか、まあクロスの入り方もそうだけど、そこはなんかやっぱりロジカルに考えていかないと、はいはい、いいプレーを継続することもできないし、うんうん、悪いプレーをこう改善することもできないから、うん、まあ唐澤選手みたいにやってる人たちってまあ多いっちゃ多いかなっていう気はしますね。そうですか。なんかそれこそ一つ一つのプレーに対してなんかこれの時はこれがダメだった、この時はこれが良かったっていうよりは、なんかやっぱその共通点を探すのがすごい大切そうですよね、うんうんうん、なんでこの時うまくいってるのかっていう、そのそれを比較して、あ、これここが共通してる、じゃあ自分がうまくいってる時はこれが理由なんだっていう、その理由の抽出というか、それはすごい大事ですよね、うんうんうん、そういうのがねいくつかこう持って
る選手はやっぱ強いね。いや、どんな時でも、このじゃん、これができなかったらこれみたいな、この選択肢がね、うん、確かに多いだけ、引き出しが大きければ多いだけ、切り替えもしやすいし。うん、そこができたな、うん。自分の立ち返る場所も分かるから、うんうん、そんなにメンタルぶれないかもしれないですしね。うんうん、まあ、困ったらここ戻ってくればいいやっていうものがあれば。うん、確かに。ちょっとなんか、もう30分だから、1個の議題にしますか、とりあえず。今日はじゃあこれに。うん、ちょっとね、始めてみたはいいものの、ちょっと深掘りしすぎちゃうから、2人と。でもなんか1個の方が面白いかもしれないですね、これは。うん、そうしましょう、そうしましょう。方が。まあ、やりながら。はい。じゃあ、次いきます。梅鉢選手。おぉ。アントラーズとかね、J1 で活躍したのも選手だったね。はい、そういう時もあると思うっていう。ほぉ。いや、それは経験なのかな、どうなんだろう。いや、経験もありそうですね。ね、これ結構経験あるかもしれないなっていう気は。これ高校生がそれを言えるかっていうと、自分が高校時代そんなこと言えたからっていう気はしないな、はいはいはい。どれだけそのミスを今まで経験してきたかっていう、この。はいはいはい。ミスの。そうですね。そこからさらにいい方に持ってった成功体験の数とか。そうそうそう、その辺がものを言いそうな感じはするな。うん。でもすごいよくわかる。いや、そうですね。結局そういう時もありますもんね。バカみたいな回答だけど、結局そういう時もあるっていう。うん。まあ、それってなんか、サッカーの時だけじゃなくて、人生そうじゃないからって、すごいよ、うん。なんか本当、なんとかなるじゃないけど、なんか本当にすごい落ち込んでた時も、なんか気づいたら上がってるじゃん。はいはい、そうですね。そこを、なんかある程度その自分なりに、その、なんでそういう風に上がれたのかみたいなの持ってたら、もちろん強いんだけど、うんうん、でもなんかそういう時でも気づいたら上がってる時もあるから、やっぱなんとかなるよなって、結構人生でもそれ思ってて。はいはいはい。間違いない。なんかまあ、いい意味で楽観的なのかもしれないけど、そういう方がなんか、うん、いいかなというか、そのね、スピードを持たせるんだったら、それをじゃあどう解決していくかみたいなのは、まあ、今までのその経験から用いてその進んでいかないといけないけど、うん、まあ、たまに本当にね、どうしようもないときはもう時間が解決してくれるじゃないけど、はいはい、まあ、なんとかでしょみたいなので、過ごしていくのって結構、うん、重要かなっていうのなんか思いますけどね。確かにな。うん、変にそこで考えてもしょうがない時もありますもんね、なんか。そう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 。いや、経験から来る言葉でした。じゃあ、次は吉田選手。おお、なでしこの。ああ、でも、そうですね。さっきと似てるかもしれないです。あまり気にしないこと。ああ、やっぱなんかそういうプロの選手多いのかな。基本はでもやっぱそう、気にしてられないっていう、まあ、次来ますしね、すぐに。それは大きいかもしれないな、なんか。なんかここまで、その次に生かせる舞台が毎回、うん、毎日のようにあったりとか、うん、その日の練習でもあるじゃん。確かに。それがあるのって、なんかこんなスポーツでもやってない限りはなかなかないなっていう気はしてる。確かに。なんかね、その、まあ、ビジネスとかなんかやるってなっても、なんかじゃあそういう発表がある時があって、それがなんか年に2回とかしかなくてとか、ね、うん、毎日のようにそこまでね、こう、短いスパンで修正ができなかったりとか、うんうんうん、1試合回せないみたいな時って、あるけど、もうサッカーにおいてはもうワンプレーワンプレーでそれをどんどんやっていくから気にしてられないのかもしれない、うん、そうですね。間違いないな。常になんかもう次々チャンスが来るっていう感じですもんね。うん、そうそうそう。
で、まあ、逃したら逃しただし、でもまたすぐ来るかもしれないしって、もうどんどん次の次次々準備していかないと間に合わないしっていう感じですもんね。いやそれあるな。面白いな。いやなんかね面白い、うん、なんか共通点も見えてくるし、なんか一人一人その個性もね見えてくるような回答でもあるし、面白い面白い。いやいいですね。じゃあはい次。はいはい、佐藤選手、佐藤翔馬選手。はいはいはい。ボンズか、ボンズ市原ですね。だから唐沢選手と同じチーム、はい、ですね。うん、は伸びしろだと思ってさらに向き合う。ほお、成長型きた。向き合うじゃん、さらに向き合うなんてもうすごいですね。もうすごいわ。ストイックだわ。いやー、さらに向き合っちゃう。うん、いやなんかでも、いやそれこそね、その本当にそういうふうにこうミスに向き合えなかったりとか、だから向き合うことって、うん、さっきもねこう決して逃げてることではない、その、 あの気持ちを転換していく上で大事な、その気にしないとかは大事だけど、その向き合うってやっぱしんどいじゃん、めっちゃ、うん、ミスに対して、うん、そこのある種コンフォートゾーンというか、うん、それをこうなんていうの、常に抜け続けるみたいな、多分その向き合うことってすごく怖いことでもあるし、はい、嫌なことでもあるから、はい、それをやり続けられるのは本当なんかすごい、多分今までもそういうので成長してきたんだろうなと思うし、うん、それはなんかすごく大切だよなっていうのは。そうね、なんかそのそういった自分のなんかうまくいかないこととかネガティブなこととか、まあ、自分の課題とかもそうですけど、うん、そこに向き合うために必要な要素ってどんなことがあると思います？あ、まあ、まずは自分を知ることかなとは思うかな。現在地はすごく大切になってくるかなっていうのは思う、はいはい、なんか俺とかもこう、うんうん、結構その軸とかなんか目指したい方向性みたいなところはすごいあるんだけど、うんうんうん、気づいたら自分の立ち位置分かんなくなってるみたいな時があって、はいはいはい、要はなんかこう目指してなんか方向性はあってんだけど今の場所が分かんないからたどり着けないみたいな、はいはい、そうなんかそういった、まあ、結局どっちも必要だから、うん、まあ、そういった意味では自分の場合はそっちを強く持ってるから、その現在地を知るというか自分を知る、自分ってこういう人間なんだみたいなのを、うん、知ること、しかもそれって自分では知れないことがあるから、人に聞いたりとかして、うん、自分ってどう見えてるかみたいなのを知ることっていうのが、うん、僕は向き合うために必要な要素かなっていうのは一つ思うかな。確かにな。島澤君とはその辺なんかどう？まあでも隼人君と同じ感じですけど、やっぱり本気で上を目指しているかどうかって結構重要そうな気はして。なるほど、はいはい、なんかやっぱなんとなくじゃなくて、まあ、本気で自分はもっと成長したいとか、うん、もっと上に行きたい、もっと上手くなりたいっていうその向上心みたいなものがあれば、結構そのどんなことでも立ち向かえる気はしていて、うん、なんかもうそんな自分のプライドとか自分が恥ずかしいとかそんなん置いといて、うん、とにかくなんかそこから学びたいみたいな気持ちを持つには、やっぱり本当に上に行きたい、もっと上手くなりたいっていう、そのもっともっとっていう向上心があるかどうかっていうのが、うん、結構大事な気はしました、その佐藤選手の回答を見ても。確かに。でもね、今なんかこう下沢くんのこの上にっていうその向上心っていうところで、もしかしたらなんかこう、うん、一般の方ってなんかこうカテゴリーを開けるっていう方になんかこう見られちゃうかもしれないんですけど、なんかまあそれこそ僕もそうだけど、あのこの間なんかあの札幌でプロやってたあの古田選手っていう選手、うん、はいはい、あのその選手がまあ J1 から J3 まで全部経験してる選手なんですけど、カテゴリーが下がっても自分の中ではキャリアアップだと思ってたっていう話をしてて、なんかそこにすごく僕もしっくりきて、うん、今はそれこそ J3 から JFL っていうカテゴリー的には下がったんだけど、うん、僕の中では挑戦なんだよね、うん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 、だからなんかこう
その必ずしもカテゴリーの矢印が自分の本当に向かってる方向性 の矢印とは違うっていうのはなんかこうあるから、なんか周りのね、それこそ今見てくださってるサポーターの方とかも、なんかあの選手下に落ちちゃったなみたいな風に見え方でね、見えることもあると思うんですけど、多分ここはそういう風にみんな多分向上心持ってて、単純にカテゴリーを上げたいっていう向上心を持つ人もいれば、そこだけじゃなくて、いや、わかんないですけど、そのお金っていうところで見る人もいれば、本当にやりがいとか、なんか とにかくだからそういう自分の持ってるところの、その向かうべき方向性に今のところよりもチャレンジするっていうのが、確かになんか選手としてはやってるんで、なんかそこはね、こうある程度こう理解はしてもらえるといいのかなっていうのは、なんかこう今のね、下沢くんのあれ補足ですけど、思ったっていうのは思いましたね。確かにな。そうか、そうなるとやっぱ向上心の根源っていうのがちゃんと自分がどこを目指してるかとか、そういったのがやっぱ整理できるってことですもんね。ハヤト君も結局そう思えたのは、ちゃんとハヤト君自身でちゃんと行きたい場所というか目指してる選手像が、選手像があるから、それをやっぱりステップアップだと思えるっていうところで、結局やっぱ最終的にたどり着きたい場所を明確にしておくことみたいなのも重要になってくるっていう感じなんですかね。まあね、それがねできない、やっぱプロ選手もいるからね、本当にただただ下がってきて環境にものを言うみたいな、こんなところやってらんないよみたいな人たちもいる。結局やっぱその人たち、まあまあ人間性になってくると思うけど、やっぱり長生きしなかったりとか、ずっとどんどん下がってきて終わってる選手がいたりとかっていうのは、なんか今まで、まあ4年間しか J リーガーにいないけど、なんかそこはちょっと感じるかなっていう気はするね。確かに。面白いな。はい。面白い。なんか、僕らも学べるし。はい。次は清水選手。お、清水圭介選手ですか？気持ちは常に一定に。今ね、セレッソでプレーしてる選手。ですけど、はい、ゴールキーパーのね選手で、まあ経験もすごくあって、去年とか京都でね正ゴールキーパーで J1 昇格っていうのに導いたキーパーなんでね、こういった意味ではやっぱそこをやっぱね、経験の部分もあるかもしれないね、その一定にするっていうところができるっていうところってやっぱすごいなと。いや、すごいですね。なかなか難しいけど、一定っていうのは、多分そのそれこそキーパーって1個しかポジションないわけじゃない。ずっとキャリアの中でサードキーパーみたいな人もいるわけじゃん。ずっと試合は出れないんだけども、練習でずっと同じことをやり続ける。はいはい。なんかその前ね、そういったなんか記事とかも、なんかそういう選手が特集されてみたいなの見たこともあったんですけど、やっぱなんかそれを、なんか思うと、なんかやっぱキーパーってちょっとそういう感じで言うと特殊。確かに。かなっていうのは。だから一定とかもキーパーとかは、まあもう、そうよね、それやり続けなきゃいけないなっていう気はより強い。だからなんか逆に僕ら難しさもあるかも、なんかその、出たり出なかったりみたいなのは常にあったりとか、途中で出る出ないとかもあるから、やっぱどうしてもその、若干なりとこの気持ちのこう、ブレは、なんか出る気はするなっていうのはなんか思ったね。そうですね。確かになんかキーパーの人の話聞いてみたいですね。なんか。いや、キーパーすごいと思う。本当に。でもそれでも本当、それこそ去年熊本で一回も試合出てなかったけど、この間、もう本当コロナと、まあ、怪我なんか分かんないけど、急にスタメンで出て、10点で抑えてみたいな、その自分のデビュー戦。ね、それももう去年ずっとやっぱ1年間出れなかったけど、誰よりも声出して誰よりもチーム支えてたから、やっぱそういうそのキーパーのこのなんていうのか、存在みたいなのはすごい強く感じるね。それが特にベテラン選手とかはいるじゃん、そういう本当にめっちゃなんかこう、なんていうんだろうな、周り見れてチームをこう引っ張れる選手、なんかそういう選手にはこういうことは共通して言えるんじゃないかなと思う。いやー、すごいっすよね。キーパー、本当にな、チャンス回ってこないですもん、なかなか。本当よ。
いや、まあ、この間の大宮みたいなね、本当特殊なことがない限り、はいはいはい、ファーストキーパー怪我して、セカンドキーパーも怪我して、ディフェンダーがキーパーになって、そんなことがない限りは、もう本当になかなか巡ってこないからね。あ、そうですもんね。いや、それでも日々地道にコツコツやってられる要因っていうか気持ちの持ちようとかはちょっと聞いてみたいですね。めっちゃ強いよね、多分本当に、うん、何考えてるか、この辺確かに聞いてみたい。はい、ではじゃあ次に行きます。渡辺選手、はい、人と話す、深く考えない、大体ポジティブに考えて開き直る。おお、渡辺夏樹選手。はい、どっちだろう、渡辺選手。あ、すみません、渡辺夏樹選手です。夏樹選手、はい。今、なでしこのね、あの、はい、一発、試合、試合、はい、渡辺選手ですけど。確かにな、言ってたな、人と話すって。いや、それ大事だな。うん。まあね、さっき言った、こう、なんていうんだろうな、自分と向き合う時間ももちろん必要だし。はい、それも必要にはなってくるけど、やっぱね、こう、自分だけじゃ解決できないこともあるからね。確かに。その辺はなんかこう、悩み事とかはこう相談したりする？他の人とか、選手ないしは、まあ他の人でもいいんだけど、下沢君と。いや、僕はあんまりしないかもしれないですね。それこそ、技術的な部分だったら聞くんですけど、メンタル的な部分はなんかわかんないですよ。ある程度自分で、なんか解決できちゃうところがあるかもしれないですね。だから、確かに確かに、意外とそこは聞かないかもしれないですね。いやでも絶対大事だよな、人と話す。いや大事。そこをさらけ出せる人って本当成長するからね。自分でもまだまだ全然できてないなっていう、なんか多少なりともそのプライドがあったりとかさ、はいはい、それは邪魔する部分もあったりするから。なんかそこをもっともっとさらけ出せる人間にはなりたいなと思って。頑張ろうとはしてるけど、はいはい、そこってね、やっぱこうアスリートって完璧主義が多いからさ、抱え込むみたいな人たち多いからね、本当に、はいはいはい、うん、それこそオーバートレーニング症候群になる、ね、人たちもいるし、うんうんうん、なんかそう考えるとね、そういうふうにいかに周りがね、こう助けられるかみたいな、まあ周りとね、こう話してそういうのも少しでもね改善できるかみたいなのは、はいはいはい、まあ人間性とか人柄がすごく、まあ話してみてね、渡辺選手と、はいはい、すごくマッチしてる感じだね、今の解決方法と。なるほどな、人と話す、いやちょっとこれ詳しく聞きたいな。ではじゃあ次に、はいはい、行くと、片岡選手。お、奈良クラブチームメイト、はい、ピッチ全体を俯瞰するっていう。ほう、なるほどね。かっこつけてるわ。めっちゃわかるわ。あ、でもその辺ポジション柄なのかも。またそれは中盤だし、やっぱうまくいかない時ほどもう目の前のことしか見えてないくて、うん、僕ピッチ全体っていうか空見たりしますね。へえ、結構空見たらめちゃくちゃちっぽけだなと思って、なんか冷静になれる。なんかバカみたいだけど結構僕それ好きで、なんかその空からめっちゃ広くて、で徐々にこうやって降りてくるとなんか急に全体見える感じがして、なんかちょっと、まあ、うまくいってないどうこう関係なく、ちょっと気持ちがなんか前で周りが見えてないなと思った時は、結構空とかは意識して、空見るとかは意識してるかもしれないですね。まあ、ピッチ全体を俯瞰する。だからすごい共感できます、これは。なるほどね。はい。ああ、多分その辺はまだちょっとポジション柄かもしれないね。それこそ、これ漫画の話だけど、青鷲のさ。はいはい。主人公が結構本当にこう、うん、すごい広い視野を持ってる選手なんよね、うんうん、その選手がサイドバックやるみたいな、うんうん、まあいわゆるこう近年って結構そのサイドバックが司令塔みたいな、はいはいはい、なってきたりしてたから、まあそういうのがねその題材とされてる漫画なんだけど、うん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 、その選手とかは
どういうふうに視野を広げてるかみたいなので、自分なりにその、ね、主人公解説してたのは、周りの選手たちを一番最初に見て、手前はなんかこうぼやけてみるみたいな、なんかそれをするから、手前はもう自然と見えるし、はいはい、もっとそっとまで見る意識をしてるから、うん、もっとそこまで広く見えるみたいな話をしてて、はいはい、全体俯瞰するみたいなもんかなっていうのはなんか今ちょっと思ったかな、うん、確かにそれ結構大事っすね。やっぱり立ってボール受けた時に手前じゃなくて、まずはその相手ディフェンスラインの背後に落とすボールを蹴れるようにそこを確認する、トラップした瞬間にっていうのは、うん、多分ボランチとかマジで、まあ、ディフェンスラインもそうですけど大事だと思うんで、そこの意識が結果的になんか心の余裕とか全体見れてる心の余裕みたいなのも作るかもしれないですし、そこの意識はやっぱ大事ですね。遠くから見るっていうのは結構意識していることでもあります。それで言うと俺はゴール見るかな。そうするともう手前までのディフェンスは見えるし、はいはいはい、線が見えるんだよね。なんかこうなったらこう、うん、なんかその逆算を常にしてるから、うんうんうん、こういう風になったらこうしようみたいなのを見るかもしれないな。その遠くを見るっていうことを考えると、そのどっちかっていうともう一方方向だから、自分の場合は前の選手は基本的に前にしか進まないから、うんうんうん、まあ、後ろに下がってねボール受けるときはあるけど、でもやっぱそのゴールに向かうっていうことが一番優先の中で、うんうん、しかしそこはなんか見てるかな。だからピッチ全体をっていうか、どこにスペースがあってとか、まあそれはその背後のスペースとかディフェンスがどこいてみたいな、その3分の1ぐらいの範囲を見てるかも、自分の、うん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 、前の。そうですね、ピッチの確かに結局でもゴールを決める一番近いところを見てるのは確かにそうだな、うん、結局でそのために例えば僕がディフェンスラインからボール受けたときに前向いたときはできるだけもうゴールに直結するようなパスを出すために遠く見てるみたいな感覚ではあるんで、うんうんうん、結局でもそうですね、ゴール中心なのは顔、うん、そこがまだ本来目的ですもんね、サッカーの。そう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 、なんかねドリブルチームとかあったりするんだけどさ、何のためのドリブルなのみたいなのある、うん、パスもそうだし、うん、その何のためにドリブルするのか、何のためにパスなのかみたいなところで、うんうん、今別に仕掛けなくても他の人に渡してこっち行ったらゴールに早く直結するんじゃないんだったら、多分そっちの選択肢の方がまあいいわけじゃん、うん、なんかそこをね、なんかちゃんとまずゴールっていうところを、だって10本回したからって言ってんなわけじゃないから、うん、うん、間違いない、そこはなんか目的になっちゃいけないよねとは、うんうんうん、確かにな。ではじゃあ次に行きます。宮本選手、はい、後輩です。はいはい、ベルディの宮本優選手、この間ね初めてメンバー入りっていう、あ、入ってましたね。うん、宮本くん元気にしてるんでしょうか、ちょっと連絡取れてないですがそう考えるとなんか魅力的な選手やっぱウルトラスいっぱいいるなまずはあえて簡単なプレーをして多くボールを触って自分で少しずつリズムをつかむようにしています。それでもダメであればそういう日だと割り切って自分の可能なプレーを選択してプレーするようにしています。あ、ちょっと僕テクニシャン系じゃないんで、別にボール触らなくてもいいってタイプだから全然違うかもいやでもこれはまあポジション柄っすね、完全に。いやでもボールが回ってくるポジションとかだったら、うんうんうん、でも前の選手もわりかしいない、ボール触りたい人ありますね。もうどんどん落ちてボール受けるみたいな、はいはいはい、うん、確かになんか自分はそういうタイプじゃないんだよな。うん、でもこれはわかりますね。うん、まずはちゃんとリズム作ってから、なんか意外といきなりなんか思い切ったプレーしようとしてミスってどんどんなんか落ちていくみたいなことって多分結構多くの選手があると思うんで、やっぱそういう時こそ少しずつリズムを作っていくのは大事ですよね、やっぱり。大事だね。うん、
なんかね、できる範囲しかやっぱできないからね、本当に。そうですね。無理して背伸びしちゃうと。うん、できるときはいいけど、その継続しないかなっていう気がする。はいはいはい。うん。難しいですよね。なんかでも、チャレンジって結構するときって背伸びする感じもあるじゃないですか。うん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 。この辺の使い分け。確かに。思い切って行ってみて、そこからミスってどんどん落ちていっちゃうのもあるかもしれないし。なんかその辺もちょっと整理したいですね。うん。面白そうだし。チャレンジの、チャレンジをどう捉えるかっていうところで、チャレンジばっかしてる、うん、成長する人もいれば。はいはい。コツ積み上げていくタイプの人間もいれば、うんうん、そこはなんかこう流派じゃないけど、はいはい、ね、そういうコツコツ派となんかこう、ね、大きくてもチャレンジして PDCA どんどん回していくタイプの人と、うん、確かにな、チャレンジの捉え方結構大事だなっていう気はする。自分はどっちかっていうとそのチャレンジ派かな。確かに。うん、確かにというか、そのなんか時と場合によるけどね。うんうん。うん。ここはコツコツやるみたいな時もあれば。でも大胆にやって。まあ、それももしかしたらプレーってかことを考えると、フォワードはそうでいいのかもね、逆に。いや、そうですね。フォワードは絶対そっちの方が思いっきり良さとか大事ですもんね。そう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 。え、ここでシュート打ってくるのみたいなさ。うん、ところでやっぱ、相手もね、こう。驚いたりとか、そのサプライズで結局点が入るから。はい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 。そう思うと、なんかこう、チャレンジする。できるプレーをだけじゃないところの、この、はい、それを使ってきたのかもね、いろいろと、やっぱスポーツの中で、うん。そう考えると、普通の生活にはやっぱりスポーツって生きるよね。いやー、生きますね。マインドもそうだし、うん、やることもそうだし。いやー、面白いな。あと何人 ?12、13、あと3人、はい。ハヤト君入れたら4人か。もうめっちゃ話してるから。木村選手。木村大選手。はい。ラグビー。ラグビーでね、唯一ラグビー選手で。まあでも今の宮本選手と似てるのかな。今起きてる事象を受け入れて、解決策や今できることを考えるっていう。いや今できることを考えるね、うん、確かに。そうですよね、やっぱコントロールできないことに注目しちゃってもしょうがないですもんね。自分ができることにフォーカスする。あるね、コントロールできないこと嘆いててもね、うん、本当進まないからね、はいはい、なんかそう考えてやっぱ事前に自分がコントロールできることを考えておくっていうのも大事かもしれないですよね。なんかそのうまくいかなかったときに、今俺がコントロールできることなんだろうっていうよりは、うまくいかなかったときにパッとじゃあこれ考えようってもう先にピックアップしておいた方がすんなり気持ち切り替え出るかもしれないですね。確かに。そう考えたら自分を知るってやっぱ大事だね。いや結局、うん、できる範囲を知るもそうだし、はいはいはい、でもそれって結局はできないことを知らないとできる範囲って分かんないわけじゃん。うん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 、だからなんかこうチャレンジしてできない、なんか自分の場合、僕の場合は、なんかできないじゃなくて、なんか例えば失敗とかじゃなくて、うん、今できないってことが分かったっていう、その、そっちに切り替えるようにしてるんだけど、うんうんうん、どのぐらいなのかっていうところの範囲を知るためにそれを使ってて、はいはい、失敗だと思ってないっていうのはそういう多分、ことで。なるほど。今のその自分を知れるっていう。その捉え方を知ってるから、なんかそういう意味で言うとね、その自分の限界値を知るっていうのは自分を知るっていうところでも、コツコツやっていくのも大事だけど、時にはそういったチャレンジしてみて、あ、まだまだここ到達できないんだな、みたいな限界値を知ること。うん、まあ、うん、自分を知ることにつながるし、めっちゃ大事だなって、なんか、今ね、ふと思ったね。確かに確かに。それ大事っすね。やっぱり限界値を知る。うん。確かにな。でもできないことじゃないからね。その、今できなかっただけで。うん。確かに。次またそのために、じゃあできるためのその逆算をするわけだし、うん、どういうふうにたどり着こうみたいな、また違った道から
山頂登るね、こう方法を考えるわけだし、うんうんうん、なんかそこを知れるって結構大きい気がするな。いや、間違いないですね。うん、映画、じゃあ、時間も、もうあれだな、時間があれだな。あとでも2人ぐらい？そうですね。はい、いや、坂本選手。おサッカー選手権農家。はい。どうやったら改善できるかをひたすら分析するです。いやー、広大っぽいな。そうなんですか？うん。めちゃくちゃ真面目なのよ。マジすごくなのよ。で、結構そこに対してのそのこだわりが強い人だから。はい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 。すごいわかる。いやー、でも、大事っすよね。とにかく分析。うん、大事。分析ね。どうやって分析してんだろう、ちょっと気になるな。確かに。それこそ、下沢くんも今分析、個人分析やってもらってるんじゃない？あ、やってます、やってます。ねえ、はい、面白いです、マジで面白いよね。面白いです。なんかそれこそ僕の、ね、オンラインサロンでその分析官を、うん、まあ、募集して、まあ、自分のプレーをこう分析してもらって、まあ、分析官もね、うん、やっぱプロ選手見れない人たちが多いし、はいはいはい、で、まあ、まあそこで僕を使ってもらいながら、で逆に選手からのこの今のプレーの言語化みたいなのを、まあ、僕も学びにもなるし、僕も言うことで、あ、そういうふうにプロの選手考えてんだみたいな、お互いがこう成長できればみたいなんで、うんうん、まあ、オンラインサロンでね、分析プロジェクトみたいなのを毎週やってるんだけど、うんうん、そのね、分析官が今、下沢くんね、ご自分で、海外から持ってきたりするんよね。はいはいはい。この選手がちょっと自分に、下沢選手に合ってるんじゃないかみたいな感じでカップして持ってきてくれて、やっぱデータで取ってくれるのが面白いなと思ってて、うんうんうん、どこの場所でタッチしてることが多いかとか、はいはいはい、プレーの、どんなプレーが多いかとかで、で本当に面白いなと思ったのはやっぱりチャンス作れてる時はどこでプレーしてることが多いとかで、うまくいってない時は大体この辺いるみたいなことが結構出てるんで、なんかすごい面白いなと思ってます今。いや、そこのなんかこう感覚値を言語化できるというか、なんか見える化するってめっちゃ大事だよね。うん、うん、なんかそれを考えるとやっぱどうしてもさ、なんかあこの辺でタッチしてる時っていうのはさ、なんか大体イメージではあるけどさ、うん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 、こうそれがまた新たにデータ化してさ、見える化するとさ、はい、あやっぱそうなんだって思う時もあるしさ、そうですね、こうなんだって思う時もあるしさ、うん、結局な、ちょっと前にも話しましたけど、結局はそこが立ち返る場所になりますもんね。自分がうまくいってる時が分かってれば。うん。大体この辺にポジショニング取ってれば、いいプレーできてるっていうのが分かれば、いいっすもんね。うん。分析面白いんだよな、マジで。そう。あとはやっぱ、自分では分かんない視点が入ってくるのはありがたいですよね。うん。いや、本当に。なかなか、それこそ、チーム、でいろいろなんか振り返りとかしても、結局それはチームにとっての振り返りで個人の振り返りなんてないじゃないですか、やっぱ基本的には、うんうん、そうなるとやっぱ自分自身でするしかないけど、そこで誰かから別の視点で見てもらえるっていうのはでかいですよね。うん、でも海外だとね、その個人分析官みたいなのは結構主流だったりするんだけど、はいはいはい、全然もうマイナーだからつけてる人たちがほとんどいない、うん、なぜかっていうと、チームでそういう分析で、ね、まずやってっていうのがメインだし、はいはい、それをまあ自分でこう分析していくみたいなのは、選手でね、うんうん、結構多かったり、今の坂本選手もそうだし、うん、選手は基本的にやるけど、はい、そこで他の人に分析してもらうみたいな、個人のアナリストを、ね、こう作るっていうのは、なかなかまだ主流じゃないからね、日本だと。確かにな。でもすごい学べるよね、やっぱり。学びますね。うん。ではでは、じゃあ、次に。あと、あと2人でした。米田選手と中村京雅選手ですね。はいはいはい。米田選手、気にしない、気にしないチャレンジ続けようと自問自答するです。やっぱチャレンジね。うん、いや結構その辺もしかしたら、
はい、ムレダはもともとオフェンシブな選手だから、うん、確かに。その辺は、なんかね、こう、似たような部分はあるかも、はい、僕も。ドリブラーそうね。そう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 。すごいよ。本当に今もね、それこそ、僕のその YouTube チャンネルで、あの、はいはい、結構ね、短いあれで出したけど、大学の1年生の開幕戦よ、ヒールリフトしてんだからね、意味わからんよ、本当に。ちょっとぶっ飛んで、衝撃受けたよ、本当に。こんな1年生おるんだ。はいはいはい。静学から。そう、静学から。何にも入れないって。なんかね、そういうこう、まあでも、やっぱなんかそういう姿勢がさ、やっぱ、人の心を揺さぶるというかさ、うんうんうん、まあこう驚かせたりとかするところがね、こう確かにファンの心を掴んだりするから、それこそあれじゃない？あのまあなんかダゾーンとさ、あれ見た、うん、あの NFT のさカードにあるなるやつ、はいはいはい見ました見ました。ねこの間っていうか結構前にさ下沢くんがさなんかビッグプレーが生まれるかもみたいな話をしてた。はいはいはい。なんかそういう風なのだと、そういう視点から考えると、うん、やっぱそのチャレンジする姿勢みたいなのが評価される時代になってくるかもね。そうですね。より。確かに。確かに。評価されるというか、ね、一般の人が見て面白いとか、うん、とか価値のあるみたいなのに可視化されてきそうだなっていう気はする。その NFT、ブロックチェーン、組み込まれてきたときに。うんうん、確かに。でもそうですね。でもよくよく考えて、お客さんが何を 見に来ているかって考えると、やっぱ一つの要素としてやっぱチャレンジしてる姿勢を見に来てるってありそうですもんね。あると思うね。そこの姿勢っていうか、うまく いった方がいい、まあ行かなくても行っても、なんかその立ち向かっていく姿勢にやっぱ大事ですもんね、選手の。うん、いやー頑張ろう。頑張ろうと思いました、僕は。はい、じゃあラストいきます。中村京馬選手は、はい、シンガポールでシンガポール国籍を取って、シンガポール代表を目指してる選手ですかね。もともとアンダー世代の、ね、こう代表でもあった。だからジェフとかの。あのユースからジェフ昇格して、まあ、いろんなチームを取り上げて今、はい、シンガポールいますけど。あ、そっか、早田君かぶってるのか。そう、1年だけね。まあ、あの、ジェフつながりもあるから、なんか知ってはいたんだけど、実際に関わるって、まあ1年間だけだって。はいはいはい。では、ラスト、無理に切り替えようとはしません。その時間も大切だと考えているのでっていうところです。敬語使うあたりが強がっぽいんだよな。間違いないよ。いやー、ぽいね。なるほどね。確かに。切り替えようとしないっていいですね。え？切り替えようとしないっていいですね、なんか。うん。うん、そこの割り切り。だから、それがね、一つ自分の中でのこの、多分今まで切り替えられた成功体験なんだろうね。経験値の中で。うん、いやもう切り替えない方が逆にいいみたいな。逆に切り替え、なんかそこ考えすぎちゃうと考え、こう、混んで、こう、こういう風になっちゃうみたいな。結構選手だから、うん、強化の場合は。それはあるかもね、確かに。確かにな、無理に切り替え。まあそこも踏まえ、全部踏まえて向き合うっていうか、やっぱ、成長しよう、したいっていう気持ちがやっぱ現れてるんですかね、この言葉に。うんうんうん、いや、本当だね。素晴らしいな。いやなんかね、一人一人の個性も見れたし、あまあなんかポジション柄のこうマインドの違いみたいなのも見れたし、うん、なんか共通点のところもやっぱりみんな大体ここだよねみたいなところはある、一つのねところにも、はいはいはい、共通な部分は多分あったかなと思うし、いろいろ面白かったね。なんか面白いですね、勉強になるしな、普通に。いやなんかじゃあこんな感じでお送りしても、はい、皆さんくださった方もいらっしゃるんですけど、本当にね、なんかこうちょっとあの本当はね、いろんな質問を深掘っていく予定だったんですよ。
それこそ、まあ、ここにも書いてあるオフの日の過ごし方とか、ね、こうスパイクのこだわりとか、うんね、もっと早く知りたかったこと、今も心に残っている恩師の言葉とか、うん、皆さんの知りたい、 あとはあのウルトラ参加した理由みたいなのをね、ちょっとだ何回かに分けて、今後はちょっと本当は一気にやろうとしたんですけど、っていうので今日はね、うまくいかない時の気もトップアスリートはね、どういう風な気持ちの切り替えをしてるのかみたいな、うんうんうん、なんかそれが多分なんか僕らもこういろんなね活動してて、そのスポーツ以外のところに生きてることってすごくあって、うん、だからもしかしたら皆さんもね、その今いるこの人生で、あ、こういう風に切り替えればいいんだみたいなところの一つのこうね選択肢になるお話だったんじゃないかなっていうのはちょっと僕も思いますね。今日のこの話をとか質問の答えを聞いてね、僕も思いましたし、うん、あ、ためになる話ありがとうございましたって、ありがとうございます、コメント。いや、とんでもないです一番勉強になってるの僕も勉強になってるからなそう自分からねまたそれをね、なんかやっぱりその頭で思ってることをさ、やっぱこういうふうにまた改めて言葉にしてみるって大事だね。いや、大事っすね。うん。なんか、あ、確かにこんなこと考えてたみたいな、結構、なんか僕も確かに、はい、あ、こんなことあったなみたいな言ってたし、うん、下沢君もそんなこと言ってたじゃん。うん。確かに自分もこういうときこういうふうに考えてましたねみたいな。うん。そう、やっぱ言ってきつくこととかもあるもんね。うん。だからやっぱここは、うん。ね、なんかぜひね、こういったなんかこう話を聞いてみた中でね、なんか実際に実行してみて、わ、こんなことありましたみたいなね、あったらなんか嬉しいなと思いますし、うん、ね、なんかトップ選手こんなこと考えてるんだ、すごいな、で終わらずにね、なんかこう自分に取り入れられることないかなとか、なんか自分もちょっとこういうふうにしてみよう、ちょっと思考の判断、思考の転換してみようかなみたいな、なんか風に思っていただけたらすごく嬉しいですね。うん。いや、ちょっと次回も楽しみだな。楽しみですね。次回、どういう、あれにしようかな。どうしますかね。次回の、あれ、じゃあ、ちょっと最後、次回、何聞きたいかみたいなだけ、ちょっとコメントもらいましょうか。はい、そうですね。もしくはなんかこの質問してほしいみたいなのもあればちょっと、確かにあればお願いします。はい、次回どんな深掘りがいいか、こんな質問してほしいなどあればコメントお願いします。今ね、見てくださっている方々。さっきね、僕が書いたウルトラス参加理由、スパイクのこだわり、オフの日の過ごし方、またもっと早く知りたかったこと、今も心に残っている恩師の言葉、ね、この中から、言っていただいてもいいですし、まあ、それ以外でも、なんか、こんなこと選手に聞いてほしいなみたいなのがあればですね、コメントいただければちょっと次回までね聞いておきたいなと思います。いや、やっぱためになるな、なんか本当に、やっぱりなんか本もそうだけどさ、こう本って結局その人の経験値が本になってるわけじゃん。うん。なんか一つこう自分もそれを経験できたか、なんか疑似体験できるみたいな。うん。人の話聞くのもそうだけど。はいはい。なんかそれをじゃあどうやったら自分に落とし込めるかまで考えてやると、本当になんか成長できるなっていう気はするし、うん。すごいためになるなっていう。確かに。うん、ふうに思うな。転用する力って大事ですよね、やっぱその自分に置き換えるっていうのは。自分に置き換える大事だね。それをするためにも自分を知ってなきゃいけないしね。そうですね。自分を知っておくのと、うん、まあ、あとはやっぱり、このから
自分に転用するためにはやっぱりそこからやっぱ抽出しないといけないと思うんで、その転用できるものを、うんうんうん、そこの能力も意外と大切かもしれないですよね、抽象化というか。はいはいはい、大切です ね、うん、結構僕らも本読むんでね、うん、それこそね下沢君とかもね、その LINE アットとかで発信をねしてたりとかして、言語化してたりとか、うん、まあ、僕もノートとか SNS 使ってやってますけど、なんかねそれを改めてなんかもっとねいろんな人の話聞いて学びたいなっていうふうに思います ね、 今日。最近何読んでるんですか、本。最近は、琉球アスティーダの奇跡っていうのを読み終わった。ああ、はいはいはい。うん。めちゃくちゃ面白かったね。面白いですか？めちゃくちゃ面白かった。へえ。もう、まあ、どんな本かっていうと、まあ、ざっと言うと、琉球アスティーダっていうその卓球のチームがあって、うん、あの沖縄に。はいはい。で、そのチームが、スポーツクラブで初めて上場した企業になるわけなんだよね。うんうんうん、で、まあ J リーグって、まあそろそろそれこそ最近になってようやくそれがね、解禁されたけど、うんうん、基本的に日本の今のスポーツクラブのリーグとかの現状っていうのは、まあいきなりね、こう、大株主とか入ってくるときにとか、めっちゃその株を発行するときに、その理事会を通さなきゃいけないとか、なんかいろんな規約があるから、基本的には上場できないスタンスなんでね、スポーツクラブ。うんうんうん、でもそれでスポーツクラブで初めて、その T、東京、あ、その卓球リーグのユキアスティータが上場した、その過程をどういうふうに上場していったのかみたいな。うんうんうん、で、その、要はその卓球、ユキアスティータっていうチームがハブになってどういうことをしているのか、どんな企業さんの課題を解決しているのかとか、どんなスポンサーを集めているのかとか、なんかそういうのをね、書いてる本を見て、なんかそんなのをね、また僕はこうサロンを持ってるんで、サロンに投げかけたりとかするんですけど、はいはいはい、それはめっちゃ面白かったな。うん、下坂なんか読んでる本ある？今は、これですね。競争。川っていう鎌倉インターナショナルシティっていう誰川内和馬さん、鎌倉インターナショナル FC っていうチームの監督で、この人ノートとかめちゃくちゃ面白いんですけど、この本でなぜ唯一サッカーだけは世界の壁を越えられないのかっていう、うわ面白そう。めちゃくちゃ面白いです。なんか人ってやっぱなんかそのスポーツを一緒くたに考えてるけど、そもそもスポーツって分けれるよねっていう話で、じゃあサッカーはその中でもどういう部類に入るのか、じゃあその部類っていうのはこういう考え方を持つことが大事だけど、でもそう考えると日本サッカー界を持ってる常識ってちょっと違ってるよねみたいな提言ですね。なんかでもサッカーやってない人にも限らず結構ためになるような本なのかなと思って、めちゃくちゃ面白いです。そんななんか本紹介とかでもなんか気になる人とかいそうだね。なんか本紹介したいな、おすすめ本みたいな今思っちゃったけど、あでもコメント来てますよ。選手にとって SNS はプラスなのかマイナスなのか知りたいです。最近誹謗中傷などがの問題になってるんでっていうのはコメントで聞いてますね。あ、今日は貴重なお話ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。いいね。なんかどう思ってるかみんな。じゃあちょっとまた次回のやつは決めましょうかね。だから次回はまたそういうのなんかこう一つのねテーマに絞って聞いてきたことをね今日みたいに深掘って、またね最後にはこんなちょっとこうオフトークみたいなので本紹介したりみたいなのがねなんか面白い、それはそれで面白かったですけど、紹介いいな、めちゃくちゃやりたいね。なんかねおすすめの本、自分はもう一番今までなんかこう人生変わったなっていうのは中田敦彦さんの労働 2.0 っていう本、マジで人生変わったと思うあれで。
なんか本屋さんで、まあ、本を買って隣接してるあのカフェで、はいはい、そもそもその本を持っていけるにもかかわらずわざわざ買っちゃってそこで読んだんだけど、2時間ぐらいで読んだのかな、はいはい、結構なんか読みやすくて読んで、で、うん、家までわざわざ自転車なんだけど歩いて帰って、うん、その帰ってる途中に一本のノートを仕上げて発信したのがレンタル J リーガーです。あ、そうなんだ。はい。もう帰ってる、まあ多分歩いて帰ったから、あそこからだと3、40分ぐらいだったかな。その3、40分ぐらいで今読んだことをこう自分に置き換えてどういう風なことができるかなっていうのを考えて書いたのがレンタル J リーガーの始まりです。あの着想を得てるんだ。へえ。面白い。っていうのを、はい。またなんか確かに、そういうのもね、なんかしていきたいですね。いいですね。この本の方からなんか影響を受けてこうなりましたみたいなの、いいですね。うん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 。あるしな。なんかね、それこそ、今ね、この、選手に聞いてる、こう、恩師の言葉みたいなところもありますけど、もしかしたら本からね、学んでる人もいるかもしれないから、そうですね。そこもね、ちょっとなんか質問してみるのもいいかもね。確かに。名言とか、意外とその人の好きなとかです。好きな言葉とか、ね。アニメとかも結構面白そうですよね。うんうんうん。アニメのキャラクターとか、で、どの場面が好きかで、その人が何を意識してるかとかちょっと分かりそうだし。確かに。面白そうですね。確かに。キャラ出るね。キャラ出ると思います。うん、自分はなんかこう リーダーっていうのもあるし、はいはい、なんか支えていきたいっていう人もいるし、はいはい、うん、なんか確かにそういうのもあるな、タイプ分かれそう、うん、それもなんかポジション柄でなんかちょっとまた個性出そうだね。そうですね。うん、いや面白い。ちょっとなんかそんなことも膨らんでったんで、ちょっとね、なんかこれを定期的にね、ちょっとコンテンツで、ウルトラスとしてもね、まあ、YouTube で出してはいきたいなと思うんで、ぜひ、引き続きですね、皆さん、まず、LINE アットに入っていただければ、もう、それこそ今日の試合だったりとかね、また土日の試合とか、毎回その、今日はどこどこと試合です。誰々選手がどこどこと試合ですみたいな、試合のね、まあ、速報というか、こう、あれも発信されますし、まあ、選手の対談をね、こう、月に、今は1回、2回ぐらいやってるんですけど、まあ、そういうのの YouTube リンクがね、そこの中だけで配信されて、別に無料で登録できるんで、ぜひ、まだの方はね、この、概要欄に貼ってあるので、そこでね、登録していただけたらなというふうに思いますし、まあ、こういったコンテンツはまたね、こういろいろと島澤君と考えていきながら、もしかしたらね、ウルトラの選手を呼んでね、一緒に話すときがまたイベントとしてあるかもしれないですし、うん、はい、そんなことをちょっと定期的なコンテンツとしてやっていきますので、引き続き皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、ちょっとね、オフトークが20分ぐらい話しちゃってたんだけど結局ね、なんか自分らが話しちゃったけど、まあ、はい、またね、次は1時間ぐらいにできるだけ抑えられるようにしたいなと思います、はい、はい、皆さん夜遅くにもかかわらず見ていただきありがとうございました。また、はい、次の対談だったりとか、僕らのね、お話を楽しみにしていただけたらなと思います。ということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。